幸せが壊れる時にはいつも血の匂いがする。勝利数24してください。やってみたいね、やってみようかね。勝利数24の人にね勉強させていただきます。よろしくお願いします。勉強させていただきます。ちょっと勝利数24の人でやってみる。え、これ24ってやばくない？水の音より上行ってる。かなえぐらい行ってるどうなんだろう。あれじゃない、とこまで行ってる人じゃない24章って。ありえるぞ。じゃあ勉強させてください。ちょっと待って、ちょっと見たいわこれ。頑張ってください。行くぞ。あ、待って、このまま緊急ができないね。まあそれそうだ。うまいな。こうわ、え、待って、この拾い上げコンボできるの。ちょっと慣れてください。ちょっと待って。あ、いくぞ。いやー、休ませてくんね。すごい。すげえ。勝負終わり。二本目開始。変わりましょう。ジェリー、突っ込んだ。頑張ってください。行きます。これが相手だ。俺の方はなんとかなんとかここでコンボを決めて、よし、ここまで来た。いいぞ、最大コンボ、最大コンボ来た、最大コンボ来た。こっからよ。待て待て、ここじゃない、ここじゃない。いや、これはちょっとずつ倒していけばいい。まだ奥義がつかない、まだ奥義つかないよ。気づかないとまずいか、これは。また落ち着け、落ち着け、落ち着け、大丈夫、大丈夫、落ち着けば大丈夫。待て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 、やばい、ちょっと待って、ここまで来てこんだけやばいくない。待て、これはでも残しておいた方がいい。煉獄さんの攻撃に残しておくべき。いや、ここまで持ってこれたら当たれ、いけ、よし。いや、いやでもこれ奥義使ってじゃないと1ポイント取れないってやばいよね。俺は本当は奥義を使わずに倒さないといけなかった、正直言うと。正直良くない悪手だとは思うんだが、もう目先の一勝が欲しすぎた。3本目開始。あとは任せ。よしよしよし、 OKOKOK。 ここで、あー、しまった、コンボ決めれなかった。そうだよね、そりゃそうだよね。いやー、これはもうこっから終わんねえぞ多分。あー、よかったよかったよかった、よし行くぞ。よし、ダメか、いつでも変わってやれるぞ。あった、よし。いやでもこれ向こうまだ奥義さん残ってんだよな。ここでまだ使っ、いや、いやでももうここは先手先手で行くしかないんだよな。いやでもこれはやばいな、ここ奥義さん溜まってる。よし、よし、来た。あと一発。いや、これ大きく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 。危ない。もうちょい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 、助けて、ガーッ、大きい。惜しかった。いやでも、まあでも奥義使わしたって思うしかないよね。奥義を使わした、奥義を使わした。そう、逆に言うと僕奥義ある。まだ分かんない、まだ分かんない、まだ分かんなくなった。いくぞ。うお、うまい。当たんない。いやー、ガードガードガード、ガードできない、ガードできない。やばい、これは相手を乗せてしまっている。これはちょっとうますぎんか。いや、何がやばいってね、そのコンボ中にさ、コンボ中に忍さんうまく出すんよ。もうこれがガチなんだよな。それがうまい、あのうまくさ、コンボしてコンボが途切れる瞬間にあの忍さん出すの。いやー、
乾杯だ。なぎ弱者に何の権利も選択肢もない。勝負あり。そこまで。いや、対戦ありがとうございました。人も鬼もみんな仲良くすればいいのに。わっ、この二人いいな。いや、いいなこれ、この二人の感じ。いや楽しかったわ。ありがとうございました。すげー、本当にすげー。幸せが壊れる時は、やるか。勝利数4回も勝ってる人から血の匂いがする。やるしかね。行きましょう。とりあえず鱗滝さん、根塚ペアでやっていきたいと思います。もう煉獄さんは使いこなせない。あー、伊之助か。伊之助コンボ強いんだよな。うまく、そうだね、 L1 を使ってコンボをいかに決められるかによるかな。で、あと伊之助のちょっとつ猛進をトラップで、鱗滝さんのトラップで防げるかだな。いきなり水車やって、で、ねずこちゃん行ってもらってからの、しまった、ミスった。トラップ打ってますね。何してんのトライングさん。まあ結果オーライか。いや、待て待て、水車からのねずこちゃん出して、先よし、いいぞ、よし、いいぞ、いいぞ、ナイスナイス、いいぞ。ここでトラップ、このまま捨てる。呼吸はないけどね。大丈夫大丈夫。ここはかなり食らってしまう。いや、でもねずこちゃんのためにこの残してあげたい、この緊急用は。よしよし、 OK、 決める。よし、一勝目。よしよしよし、さあ2試合目開始。チームから攻める。で、ここでねずこちゃん、ねずこちゃんで、ここでコンボをうまく決めれてないね。あ、でも最後当たった、最後当たった。 OK、 ねずこちゃん、よし、うまくコンボは避けられた。でも使わせた、これは OK。 よっしゃ、まだ奥義は残してる。できれば奥義使われたくない。ここで決める。奥義決められる前にここで決めれない。いや、でも大丈夫、この体力だったら。待て待て、ねずこちゃん残ってる、ねずこちゃん残ってる、ねずこちゃん残すから絶対体力が残るはず。これ大丈夫、さすがにどれくらい食らう。あ、こんだけかなら大丈夫。で、ここでねずこちゃん、ねずこちゃん、やばいやばい、ちょっと待って、ねずこちゃん使っ、ちょっと待って待って待って、間違えた、ボタン間違えた、ボタン間違えた、これまずい、危ねえ。よし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 、奥義2なんだよ。奥義2をいつ使うかな。とりあえずまず先制パンチで、トラップ出す。しまったら間違えた、今ミスったら。で、ねずこちゃん水車、落ち着かせてください。今だ、ここさあ、レベル3、これはいけるのでは。まさか練習の成果か。いやーやったよ。水は時には岩すら砕いてどこまでも流れていく。しゃあ、ありがとうございました。よしよし、2連勝だね、これ。そうだね、ランクマッチは2連勝になりました。やったー。うまくあれですね、その鱗滝さんの、まあ、ちょっと水車が多くなっちゃったんですけど、本来は水車してからそのトラップを仕掛けてコンボ決めて、でねずこちゃんでそのガードを壊していくっていう戦い方が多かったんだけど、ちょっと失敗しちゃったけど、あ、でもなんとか勝つこと、やった、マジで嬉しい、マジで嬉しい。よっしゃ。
なんかね、やっぱりいろいろね、動画今すごい見漁ってるんですよ。上手い方のね動画とか見てると、やっぱり煉獄さんがまあ強いというかまあ強いんですよね。まあ強いから使うっていうのはあれなんですけど、使いこなしてみたい。なんか上り炎帝とかの派生が早くて、かつなんかね、無敵時間がかなり多かったり、炎子が単発でもかなりその牽制になる、ダメージ量も入るし、まあ牽制も入るということで、まあ煉獄さんか今義勇さんが強いらしいんですよね。でまあやっぱりその炭治郎、この日の神神楽炭治郎のそのサポートも強いらしいので、やっぱりもうこのメンバーで行こうかなと思います。でそのまあせっかくロコダキさんをいっぱい使ってるだったら、まあ義勇さんが一番おすすめだよっていうことだったので、まあストーリー進めてね、義勇さん解放したら義勇さんも使っていこうかな。まあ全キャラね、もちろん使えるようになるのが一番なんで。うん、ちなみにランクマッチ1回30の勝者、30の強者と当たりまして、ボコボコにされましたね。勝率数30の強者に当たって、もう見るも無残な姿にさせられたので、さすがに動画にできないと思って、5回ぐらいしか攻撃当てれなかった。なのでちょっとプレイヤーマッチにちょっと逃げ帰ります。でちょっと煉獄さん練習しましょう。はい、ということで地域日本で行こう、ジャポン。ちょっと待って、これ大丈夫か。現在昼の12時ぞ、昼の12時の日本。いや平日の昼の12時の日本は大丈夫か。怖い怖いが、難所してよが挑みます。あー、まあまあしょ、いやでもな、勝利数ゼロってね、当てになんないんだよ。プレイヤーマッチでもうとんでもなく上手い人とか、もともとなんか格ゲー上手い人だとさ、関係ないんだよね。うわー、やばいよやばいよ、待ってこれ大丈夫かな。ちょっと一応煉獄さんのコンボは決めてきたんだけど、ちょっとこれ1試合目なんだよね、起動してっていう言い訳、それ言っとけば負けでもいいんじゃないかなって思っちゃうんだけど、いきましょう。とりあえず鱗滝さんみたいに水車連打は、煉獄さんの場合できない、できないとかあんまりしない方がいい。そうなってくると、待って、私どっち、あー向こうか、やべー、仕方ない、これはもうすまれ。とりあえずここからうまくコンボにつなげ、あーまあできないよな、しゃらしゃらしゃら、ここは甘んじて受け入れる。いややっぱうまいな、すごいな、絶対これ格ゲーうまい人なんだよね、絶対こういうのって。ここはよし、オッケー。そう、この上り安定があるとね、これ来ると来るよね、そうだよね。あー負けた、待てこれは、待てよし、おー全部ガード防ぐ、もううまいよな本当に。いやまだまだこっからよ、こっからよ、まだまだこれ確かにボコボコだった。しかしまだこいよ、ダッカー、なんで負けるのここで、いつも負けるんだよな。ゆっくり落ち着いて、大丈夫、落ち着いて、打ち放して攻撃、そうこれこれこれ、ここそう、あーくバトクされた、これは守るか、やっくー、うめえ、殺すとうめえよ。お、煉獄さんできた、相手にとって不足なしよ、まだ諦めねえぞ。ここで諦めたらここで試合終了ですからね、うまくここで派生させて、このままレール連続攻撃する、あー今しまったー、ミスった、ここはやるしかないか、もう攻めるより守んないといけない、この人の場合は強いわ普通に。食らう、さあこれは多分最大コンボまで持ってかれるな、この人絶対勝率ゼロはね当てになんないんだよ、うまいんだよこの人、知ってんだよ、うわー当てろー、外された、うやだー、いやー強すぎる、終わりです、面白い、ヒノカミ君と面白い、しっかり鍛錬したまえ、はい